級パリオリンピック代表選考会の全農カップトップ32、現在選考レーストップを走る早田ひなは準々決勝で同学年の平野美宇相手に圧倒的なプレーを見せつけました。強烈なフォアドライブをお見舞いすると、今度は逆をつくバックハンドで平野を翻弄します。終始ゲームの主導権を握った早田、ストレート勝ちで明日の準決勝に駒を進めました。一方、オリンピック代表選考で遅れを取っている伊藤美誠も準々決勝に登場。ここで頑張らないとオリンピックはないと思っていると気合の入ったプレーを見せます。結果は4対1で圧勝。明日の準決勝は早田ひなとの対戦です。